で今あの調整終わりました。あのねこれ非常に繊細であんまり固く締められないので、これ全体をねなるべく触らないようにするのが大事です。で一応これ真ん中になってます。これ大変でしたね。また後からやり直さなきゃいけないんですけど、とりあえずまずはまっすぐ上がるのと真ん中にだいたいこのぐらい、ここまでもっと絞り込めますけど、ここまでいきます。ちゃんと穴開いてるところに来るということですね。でちゃんと溝も対応してます。でこうやってできますんで皆さんもやってください。でこの後は位置を動かして、このちょっと回転が悪い位置を動かして、でここで強度が弱くなるようにします。っていうことになります。またそれは後ほど説明します。